私は今度の水戸市長選挙に立候補いたしました弁護士の矢作陽一でございます。皆さんのご支援をいただいて、ぜひ水戸市長選挙に水戸市長として水戸市政を担わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまお話のありました高橋市長は320億円という大きなお金をかけて市民会館を作ろうとしています。この市民会館、はじめの水戸市の計画では68億円という予定です。土地を買ってもそのぐらいの建築費で十分できる建物です。それが320億円という金額にどうして膨らんでしまったんでしょうか。これは水戸市内に市民会館を建てられるような空き地は他にもあるのですけれども、わざわざあの京成デパート跡地、たくさんの住宅やお店が並んでいるあの建物がたくさん並ぶところに建てようとしたものですから、当然費用がかかります。市民の会では渋井町にある運動公園の予定地に市の土地ですから土地を買う必要もありません。ここに建てれば50億円ぐらいで建てられるだろうと言われています。こういう形で市の予算を無駄に使うのではなくて、本当に必要なところに必要なだけ使っていく、こういうあり方こそが市の予算の使い方としては正しいやり方ではないでしょうか。それから東海第二原発の問題です。あの東海第二原発で福島のような事故が起きたら、水戸市民27万人全員が一斉に避難しなければなりません。それどころか30キロ圏内94万人の県民が一度に避難しなければなりません。本当にそんなことができるんでしょうか。放射能が飛び交って道路が大渋滞して高速道路も止められ電車も止まってしまう。一体何日かかったら避難できるんでしょうか。高橋市長は実効性のある避難計画が立てられなければ、そして水戸市民の同意が得られなければ再稼働には認めないと言っておられますけれども、無理やり計画を立てるよりも、そして水戸市民の理解を得ようとするよりも、この計画に再稼働にきっぱり反対をする、これがまず市長の責任としてやるべきことではないでしょうか。市民の税金は市民のために使う、一人一人を大事にする優しい姿勢に作り変えていきたいと思っています。国民誰もが幸せになる権利を持っている、これを実現するのが国や自治体の責任である。こうした憲法の心を隅々まで生かして、この水戸市に一人一人が大事にされる優しい姿勢、住んでよかった住みたくなる水戸市に作り変えていきたいと思っています。そのためにどうか市民の皆さんの大きなご支援ご支持をよろしくお願いいたします。今ね訴えたんですけど、高橋市長のあの320億円というね無謀な計画、これをきちんとやめさせるために市政を変えていきたい、そのためにただいまの訴えは